平べったくして、どうやって平べったくするの？エディットか。エディットで？造船木材だと思うんだ。クラフト。了解。お願いします。死んだ？大丈夫？それ気をつけて、マジで。よく即やる死？から。こんな感じいってみる？ちょっとなんか、左右、対称か。左右対称だと思うよ。あ、対下称にで。あれやれば多分、一応どブロンこ？ズ入れたから木を入れれば、下にエンジンそれで4あ、ほ基な、つけるん木じゃ入ねえれかまな。すね。木入れますよ。木か、向こうでも作ってんな、なんか。なんかすそうなげんでえエすンよ。ジンの付け方してね、あれ。ディバイバー作りますね。よし。こういうと感じいにうの貼り付と、ければいいの？向き逆っどうしよう。す。いや、多分ですね。どういうそう向なんき？だ。多分水平尾翼であればこうかな、近いので言うと。いや、それはさ、せめてこういう感じでいかね？あ、こうだ。いや、そこエンジンつけたいんだよね、下は。ああ。こういうでも感じなかった。そうなんですか。あ、そんな感じでした。こんな感じだよね。これどっちがはい。前？これ逆？向き。いや、前、この先端とんがってる方で。合ってる？これはい、フェルム置いてるす。あ、向き逆っすね。逆だよね。はい、付け替えときやーす。よいしょ。こういうこと？エンジン作るで、か。はい。エン星ジン。材は、ああ、地あ、味ジェに。ネレーターだ、ジェネレーター。ジェネレーター俺しかも作れねえのか。ですね。とりあえず、まあ、鉄入れておきますね。ジェネレーターか。私、あれが作られへんのかああ、ジェネレーターの位置的に、ジェネレージェターネ上レーに置ターく。ですよね。上に置く。コーピーさん、食い物できた？キャンプファイヤーが作れなかった。キャンプファイヤー何いんの？キャンプファイヤーって手で作るやんね。ねえ、かここな。に金属1個入れてくんない？ 47 個持ってる人。で、あとは燃料ぶち込むだけと。燃料107つ持ってるので、とりあえずぶち込んでおきますね。これでいけんだろう。エンジン4基。はい、これ。795。まだエンジン乗っけるっちゃ乗っけるんだよな。マジで。どこに乗せるんですか？上、上昇用？上昇用に乗っける？ラスト。後ろに上昇用作ってあれすっかしたら。ジェネレーターの後ろあたりでちょうどいいかな。後ろに上昇用のを1個つけて、こうか。おお、どう？ちゃんとペラの当たらない設計、素晴らしい。これでこんなどもんう？すこれか。でいけんじゃね？さあ、早速いきますか。これできなかったらマジ泣くぜ、本当に。刺身さん、登録しといた方がいいと思いまあ、す。リバイブ？はい、リバイブ。リバイブなん1か一個個閉じ。変なとこついてね。諸事情によりそこにしかつけれる余裕なかったんです。羽は？ああ、そっか。いや、まあ、あっちの方が面白いんで。ぷよぴーさん、申し訳ないですけど、下のリバイブ登録しといてください。はいはい。かわいそうに。ああ、なるほど。こコアれ、に。生まれたらさ、落ちるまさタイにプ？産み落とされた。せえな。ちょっとさ、あれするか。ちょっと箱だけ作って、あれしとくか。俺ガソリンとか持ってっからさ。了解です。これでもういけなきゃ泣くぜ、本当に。もう、めっちゃ上から行こうか。ただ、燃料の減り多分えぐいと思うからさ。ですね。気をつけんと。ちょうど後ろ側かな。そう。さあ、これで行くぞ。多分、リペア線でもいけると思うから、燃料だけだね。何度目の正直。数え切れないほど5回目ぐらい。これ、す
垂直になってる。まだだよね。いや、今割とす。前、あ、前、まだだよね。はい。もうちょい左。でも、円になってるのか、これぐるって。全速、全進。頼むぞ。お、早い早い。早い早い。どうだ。入るぞ。うい。固まった。切った。入ってるな。そうですね、進んでるっすね。うん、進んでる進んでる。風には負けてね。負けるな。やっぱ下に押し出されんだよな。めっちゃ下向いてますね。うん。最初にコード取っといて正解かもしれない。他の動画でもやっぱり下に入ってんな、これ完全に。はい。これ、上昇用のエンジン前につけとくべきだったか。ああ、なるほどね。あ、見えてきた見えてきた、でも。お、抜けろ。抜けろ。このままだと、でもちょっとこれ、俺、後ろにバラスト用で下がります。ちょっと横に押し出されてますね。うん、曲がってる今。うわ、怖っ。まだ俺が大丈夫なんで。抜けろ抜けろ抜けろ。抜けたんじゃない？まだか。まだ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 。エンジンがだいぶでも来てますね。来てる？うん。まあでもまだ島よりは高いんで。お願い。怖いな、これ。まだでも、ワイヤー伸ばしきっても、俺ダメージ受けてないんで。あ、くそ。わぁ、めっちゃ怖え。抜けろ。頑張れ。もうちょっとだと思うんだけど。抜けれそう？あれ？抜けれた？あ、違うか。いや、でも、水平になってる。安定してる。うん、安定してきた。あ、後ろに、竹が見え、雲の壁が見えてきたんで。抜けた、抜けた、抜けた？抜けれた？抜けたんじゃない？でも本当に。抜けれた。抜けた、抜けた。あ、抜けたんじゃね？うん。やった。やったー。抜けた、抜けた。おお、抜けた。やった、あ、音楽やんだ。やったぞ。やりましたね、ついに。やったぞ。長かったー。あっちの島行くか、とりあえず。はい、行きましょう。なんかもうボロボロで不時着寸前みたいな煙吹いてるんで、エンジンが。ちょっと一回エンジン休ます。おー、やったね。やりましたね。ほんとだ。やっとやー。カーテンの向こうに、いた島たちが見える。うん。やったぜ。あー。やっと出たー。やっと出たぞ、次。本当に。長かった。長かった。第1部完ですね。うわ、結構なんか、すげえ島あんな。なんか建物見えんな。あそこなんか、お城みたいな。そう、お城みたいなのがある。踊ってる、踊ってる。おお、おお、あ、怖っ。めっちゃ固まるじゃん。で、調べまくらんと。あ、向こう広いな、城の向こう。まあ、いっか、ここで。あ、船の残骸あるね。あ、すげえ木が出てきた。何の木だろう、気になる。大丈夫これ。あ、途中。あ、どう、もっと下ですね。もっと下、はい、ちょっと待って、下ろすわ。こ、ば、あの、た、前、前の、ぜ、あれ的には？前のあれ的には下ですね。いや、もう、ま、前出さなくていい、今、もう。出す？シップヤード置きました。あ、じゃあシップヤードの移動まで誘導します。
これいや、ペシュに当たろうかな。そう、それが怖いんだよ。怖いんだよ。こっちが右側に乗ってから。エンジン、これ、エンジン行ったな。翼も取れましたね。むしろこれ、船を前に出した方が早い。で、もうちょっと左へ。あー、やばい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 。やばい、こう木が多いな。やばい、木にぶつかんねえ、これ大丈夫？頑張って引っ張ってますけど。あ、入った。オッケー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 。オッケー。あー、着いたぞ、みんな。新しいとこです。やったね。お城見に行く？いいですね。コピさん行こう。修理当てででいいよ。おー、ポイントガッポガッポだ。これもでも残骸あるな。あー、あそこにもなんか遺跡みたいなのあんな。すげえ、城だ、城。あ、これあるじゃん。ん？あ。あ、これな、これスクラップじゃない。これって取れんじゃないの、確か。取れんねえか。いや、取れないですね。あ、マジ？こういうの一個一個全部ないか。あ、これアクセスできんだ。キー入ってるわ。さっきのそのスクラップみたいなやつ。ああ、なるほど。うん。すげえな、これ一個一個ポイント入んだよな。うん、えへー。あ、これ4ポイントだ。ほんとだ。あ、壁2ポイントだ。すげえな。おー、すげえ。これも、うん、ああ、2ポイント。これもしかして上の紋章。あ、あれあるぞ。宝箱。ん？マンタステーキか。マンタステーキいらないんだよね。これ。15？ レアプレイス、レアプレイス15だって。おう。ここ。あ、その箱、なんか、あれある？スカイコアの。あ、スカイコアジェネレーター。来た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 。これだ、多分。めっちゃ入んじゃん、ポイント。やばくない？うん、ここでアップデートしていくと歪んばかりに。お、スカイコアジェネレーター。お。400キロ多く詰めるようになった。おお。これはいいんじゃねえか？すげえな。やっと出てきた。これだよ、スカイコアジェネレーターとか。この辺が。やっとこっちに来ると発見できると。すげえ紅葉だな。なんだろうこの木。もみじ？おお、30入る。壁画がございますよ。おお。パーツ外して、でかいやつにする？前歯で乗ってたやつ。あ、エンジン、あ、1段階目終わった俺エンジン。おお。次320で次のエンジン行くわ。あー、木のエンジンが作れるようになったっぽくせえな。木の方が上位なんだ。パワー24だって。めっちゃ強いじゃん、パワー。いやー、でもよかった、無事来れて。本当に。マジ途方に暮れるとこだぜ、ほんと。みんななんかこういう建物、なんか中にあれ隠してんだよな、チェストを。バレバレだっつうのね。次、ストーンウォール入っていくのさ。じゃ、ストーンウォールか。あ、めっちゃ怖いよね。偉い目に劣ったやつですね。おー。まあ、巡るだけならこの船で全然行けるからね。ですね。うん。そんなに匠さん以外の人は、行った、死んだし。まあ、ここにでもこのステーション行ったんならもう、ここで作り変えてもいいけどね。あ、そっか、そうですね。なんか、これを機に、自分も造船の方かじってみたいな。あ、じゃあ、作れよ。あれ、既存のやつのエディットで多少形変えれるんですかね。変えれる。素晴らしい。ガンガン落としていってますけど。どうした？なんか悩み事でもあんのか？うん？あ？ないのに。最近母乳が出ないって当たり前じゃんだもん。どんな話だ。どんな悩みですか。
界が邪魔だな。これ消せないよ。消せる。あ、てかサルベージやるべじゃん。おお。はい。おお、すごい。これブロンズ81個、木が戻ってきた。俺どこにぶら下がってると思うこれ、ね、見えないあれ。ちょっとスカイコアのジェネレーター作りてえな。2040、これもつけんの船に。これスカイコアとスカイコアジェネレーターの関係性は何なんだろうね。補助かね。あのでもこれでこれスカイコアつけると1000になるでしょあれが。おお。でこれ今1000になってるよね。そうだよな、これで1000だよな。これでこれをつけると1000いくつになるのか。どこにつけるんだこれ。あ、ああ。これスカイコアに、いやスカイコアに直結させんだこれ。ああ、後ろはつけれないんですか。つけれないな、そこしかつけれないな。じゃあこいつのジェネレーターコアの向きを変えましょうか。おお。こうか。これで、あ、1400なった。おお。1400なったわ。さあ、ここ外さね。ここ外して、ここにさ、あれつけね。階段。めっちゃいきなりでかくなったな、船が。弾入ってねえな、これ。弾、俺作れるんで入れておきますよ。今作りましょうか。さあ、もうちょっと前の方が良くね。あんまり前にしすぎると更新出ちゃうんで、被弾率上がるっす。よし、出した方がかっこいいじゃん。かっこよさ重視でいこうよ。実用性重視ですよ、そこは武器なんで。いや、かっこよさ重視でしょ。もう一個余裕があるんだったらつけたいんですよね、太鼓。後ろ？いや、あの、こいつと向かい合ってこうです。そうすると、死角がなくなるんで。とりあえず、試しに10発作ってみたんで、試射お願いします。結構下がるな。結構下がるな。結構下がるわ、本当に。こんなの。ヘルムどこに置こうかな。あとリバイバーとかどこ行った。あった、羽か。かっこいい装置。そういるでしょ。うん。あれもう一個リバイバーどこ行った。これ誰、雨風刺身。あれコイピスのリバイバーどこ行った。あ、違うな。あ、コイプさんのリバイバーどこ行った。あ、そっか、天井につけてたから。どうした、あれ。ああ一緒に外れた。あ、いや、あ、あ、あるある、あったあったあっ あった。草むらの中にあった、うん、いった何ん、いった何。めっちゃ吹き飛ばされたんですけど。あれ、コイプさんのリバイバーどこ行った。ほんであれどこ行った。くそ、なぜあの人のリバイバイに殺されかけなきゃいけないんだ私が。常日の頃の。あ、なるほど。そういう風に思ってるってことですね。いいでしょう。あれどっかぶっ飛んでったぞあの人のリバイバイ。俺と一緒に。もう鉄60かなかったわ。これ下デッキはめれないのかな。今何キロこれ。103、あ、もうギリ。おお。ギリっす、もう。うい。それ後方に置いた方がいいんじゃねえの。後方に置くと真ん中がちょうど四角になるんですよ、射角的に。こいつ、これでもこれさ、俺がここで運転してさ、これ撃ったらどうなんの。死にますよ、真後ろは。でも、真後ろ疲れてじっとしてることってないでしょ。あ、ここに入れんのか、弾を。そうです、そうです。横のボックスに入れるんですよ。あ、これか。あ、これか。
はあはあはあ、なかなかだな。結構だから作って入れときゃかなりの数入るんですよね。あ、船はこんなもんかな。動くのかなと思うね、ちゃんと。いや、動くよ。これ殺せるよ。無駄な殺傷をしてしまったな。ダメージは食らわないのかな。誰が誰が、あ、なんか食らってるわ。痛い痛い。やっぱ人にも効果あんだな。実験やな。宝箱開いてねえかな。開いてねえな。